本田さんが名古屋中心に出演されていて無回転やカーブのリキックを蹴っているのを見たんですが、サッカー番組に出演されるのは珍しい印象でした。出演した理由は子供たちのフリーキックの蹴り方を教えるためですか、またそれ以来矢部さんと親交があるのですか。なんで出たかってちょっとあまりにも昔のことなんで覚えてないんですけど、あの時ね、名古屋のその大先輩であった藤田俊也さんと一緒に出たような気がしてて、いろいろ多分クラブの意向もあったんじゃないかなと思いますし、なんとなくフリーキック蹴ったのは覚えてますけど、特に理由はそんな深くはないんじゃないですかね。その後もね、矢部さんとの関係はないです。